よし、僕の番、サイコロ振るよ。ほら、また4が出た。4ばっかり出てるじゃん。4ばっかりだ。さっきも4が出て、今度も4が出た。やるね。スーパーノッポだ。すごい。ライアンズワールド、僕と一緒に遊ぼ。やあみんな、今日は僕とパパがゲームをやるよ。 DIY のボードゲームなんだ。最後まで見てくれたら作り方が分かるようになってるから、どうかよろしくね。そっちはレッドタイタン、こっちはコンボパンダ。足の長さを競っていって、最後に長い方が勝ち。2人が代わり番子にサイコロを振って、出た目の数の分だけ足が伸びていく。1、2、3、4、こんな感じ。これはまさにノッポコンボ。良いはいいか、コンライアン。うん、じゃあ僕から行くよ。レッドタイタン、どこまで背が高くなるかな。今はすごく背が低い。4が出た。いいね。じゃあ4つ上に上げて。オッケー。2、3、4。ボン。嘘だろ。ってことはレッドタイタンがコンボより高くなった。ノッポタイタンだね。すごく変な感じパパの番だ。コンボは牛乳をたくさん飲んでるから、ぐーんと背が伸びるはず。1が出ますように。うわ、出た。6。あれだけ牛乳飲んでるよね。いっぱい飲んでるよね。全部バッチリ栄養になってるんだよ。ボン、ボン、2、3、4、5、6。うわ、ノッポコンボだ。バスケの選手になれそうだ。見てよ、パパもこれくらい長ければ。シュート決めるぜそんな。よし、また僕の番が来た。レッドタイタン、牛乳たくさん飲んだんじゃないかな。何が出るかな。また読んだ。おお、いいね、いいね。立て続けだね。さっきも4が出て、今度も4が出た。やるね。スーパーノッポだ。すごい。サイコロ振り方変えてみる。いけー。さあよし、1、2、3。おお、コンボ成長を続けてるな。レッドタイタンは10代の子に見える。20歳になったらどんな風になるんだろう。バッチコイ。よし、僕の番、サイコロ振るよ。ほら、また4が出た。4ばっかり出てるじゃん。4ばっかりだ。1、2、3、4。ものすごくノッポになったな。レッドタイタンがコンボを見下ろしてる。負けるもんか。いくぞ。ふう、そんな、またさ。僕また4出たらどうする。1、2、3。あー、同じ高さだ。おお、おお、12対12。二十歳になるのは誰だ。僕。嘘、嘘。2。あは、おお、2だって。僕まだ14歳。でも背は高い。パパだって輝きたいんだ。パパは今10代に戻ってる。お、これでコンボすごく背が高くなるね。1、2、3、4。めっちゃ高い。これだけ高いから下を見下ろしてるんだな。高すぎて怖いよ。ってことでコンボは今16歳、レッドタイタンは14歳。2人とも10代だ。だね。よし、僕はコンボより年上になってみせるからね。楽しみだ。バーン。また4。なんかもう毎回4ずつ上がってるな。おお、18歳になった。大学進学の準備はいい？もう大学？入試は2教か3教か両方受ける？次5か4。あー、5か6が出たらパパの勝ちだよ。よし、22足したらパパの勝ち。よし、行くぞおー、行くぞ。嘘だろ。よし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 。そんな、僕はあと1か2が出ればパパに勝てるってことだ。嘘、19歳。オッケー。ライアンは今18だから2以上出さなきゃ勝てない。できるかな。多分ね。よし、3、2、1。あ、やったー。4だよ。また4。いいよ、成長して。成長、もっと成長、成長、成長。こんなに、おー、足どうしたの元に戻して関節が外れてた。よし、戻った。
やった僕の勝ち。先に20に到達。もう一勝負しよう。負けないぞ。よし、ここからは足じゃなくて腕の長さで勝負だ。競い合うのはロボコンボとダークタイタンの2人。どっちの腕が長くなるかな。わかんないよ。おう、さてスタートは僕からでいいよね。正直この2人足の長さ全然足りないよね。ほら見て。短足だよ。だね。まあいいさ、今は腕だ。うん、じゃあ始めるよ。に、あらら、ゆっくりなスタートだね。もともとの腕が短いよね。だからほら機嫌が悪い、うん、怒ってる、うん、でも今ので一気に長くなった。ロボコンボは幸せそうだよ。笑ってるように見える。勘違いだったりしてね。よし行くぞ。ドーク、やったー。ボーン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 。ほら見て、いつも最初に6が出るよね。ロボコンボはロボットだから腕はピンと長く伸ばしとかなきゃいけない。そうだね。オッケー、サイコロ振るよ。 5、 5やるじゃん。僕が一歩リードだね。あー、一歩リード、いや二歩リードじゃないかな。待って、そうだね。7まで下げて、うん、やるね。いくよ。ほっ、そんななかなか厳しいな。ね、張り切りすぎて腕を伸ばせなかったみたいだ。やってしまった。ダイアンの番だよ。さあさあ。はーい。そんなーん2だ。第2ラウンドはスローだね。とても長い腕を持つのは誰かな。ロボコンボさ。そんなまたミスったね。またもや。ほとんど差がないよ。ほんのちょっとだ。オッケー、バーン。パパが1で僕は2。もうテンションだだ下がりだよね。これじゃ視聴者もしらけちゃうよ。どうか僕に幸運を。あー、ちょっとマシ。確かにちょっとマシ。僕はきっと次3だな。1、2、よし、よし、半分まで来た。さて何が出るかな。3だ。いつも僕が一歩リードしてる。そうだね、その調子で頑張ればいいさ。うん、これで14。すごいなその腕、めちゃめちゃ長い。腕年齢は14歳。パンチしたらものすごく遠くまで届くよ。あーカシュ。いくよ。おお、今のカウントする。もちろんだよ。オッケー、1、2、3、13歳。ついてないな。さて現在ロボコンボが13歳、ダークタイタンが14歳、2人とも10代だよ。あー悔しいな。10代は難しい。ふ、親は大変。よし、3、2、1。2、ダイアンを追いついてみせるからな。どうかな、もう諦めたらどう。やなこった。諦めないよ。じゃあ行くよ。それー、ゴ ー、 ほら見て見て。嘘嘘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 嘘、ありえない。ズン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 、18。あ、4以上出したらライアンの勝ち。うまくいくかな。3、2、1。あー嘘嘘嘘嘘嘘。よし、3つ進めて。それでもまだパパは勝てないから。次1が出たら勝てるよ。ライアンは今19で僕は18。だからつまり次に1が出れば僕の負け。それ以外なら勝ち。オッケー。1出ろ。おっと。いけー。やったー。ゴーだー。一気に大人だ。23になった。あーここだ。ってことで第2ラウンドは僕の勝ち。イエイイエイイエイ。 DIY セットの作り方をドーンと説明するよ。これ見れば完璧。まずはお気に入りのキャラの絵を描きましょう。鉛筆を使えば細かなニュアンスが表現できるわよ。次は色を塗ります。
アルファレクサは綺麗なピンクと青がトレードマークで、それがまたチャームポイントでもあるの。ほら、かけたら周りを長方形に切り抜いてスリーブを作ります。それを三つ折りにするのですが、貼り合わせるのでのりしろを取っておきましょう。こんな感じで貼り合わせます。続いてカウンターボードを作ります。紙を半分に折ってのり付け、そして1から20まで下から上にメモリを書いていきます。完璧。その後キャラの足首から下を書き、キャラを上まで引き離します。そして定規を使って足を書きます。最後、足に色を塗ったら準備完了です。では実際にゲームを。3 1 2 3、もう一度。4 5 6 7、先に20に達した方が勝ちです。みんな、最後まで見てくれてありがとう。僕たちはいつもハッピー、元気いっぱい。バイ。じゃあみんな、今日遊ぶゲームはジャイアントコネクト4。負けた方には顔にクリームのパイ。やめて、もうママこれ負けたことないんだから、勝負しよう。よし、始めよう。僕は紫、先に僕からね。やっぱり真ん中だよ、一番いい場所。ママは赤、ダイアンが入れた場所の上。ここもいい場所でしょ。またその上に入れる。ここもいいよ。さあどうする。ママの作戦は分かんないけど、とりあえず僕の番だ。僕が入れるのはここだよ。ママの作戦を台無しにしないでほしいけど、まだ秘密の作戦があるの。実は僕も秘密の作戦でやってたんだ。はい、入れた。どこかに4つ揃ったのが見えるかな。紫が4つとか。まだ揃いそうなところはないよ、うん、ってことはママがこのまま勝ちそうね。ママの作戦を止めなくちゃね。大丈夫、ママの作戦は終わってない。次はここ。僕はここにしよーっと。待って、別に何も変なことないよ。1、ダメダメダメ、やめてやめて。赤をここのてっぺんに止めたよ。次はここ。いいこと思いついた。よし、僕の何勝ち。え、なんで、どこが勝ち。ここで4つ揃ってるでしょ。嘘、みんなこれ見た、ほら斜めに揃ってる。よし、紫が4つ揃ったから、これは僕の勝ちだ。待って、じゃあパイ2回の勝負にしてみない。つまりもう一度勝負して、勝った方が相手にパイを1回じゃなくて2回つけるの。いいよ。ラウンド2はママが先よ。赤を真ん中に入れる。じゃあ僕はその上に入れよう。ならママは作戦変更。次はママのすぐ横に入れるね。ピュン。ママの邪魔してるけど平気。ママどうしたいんだろう。ねえ、ここは全然気にしなくていいよ。もう僕分かっちゃった。無視しちゃっていいから。ママは隠してるけど、ここを止めないとね。もうあとちょっとで勝てたのに。でも勝てなかったよね。まあね。どうしたいんだろうね。まあ僕は作戦を続けよう。ああ、もう負けられないの。とりあえずここを止めておこうかな。ここも。じゃあ次はここに入れよう。平気だよ。今のところ危ないところはなさそう。じゃあ赤の上に重ねるね。赤2つ、赤が3つ。楽しいよね。僕の勝ち。どうして。楽しい。イエー。あ、ライアンの勝ち。どうして。かかとかかとかかとここで4つ。イエーイ、勝った。ママ、負けたらパイを2回だよね。どうしよう、負けた。でもやっぱりもう1回勝負しよう。今度はパイを3回。オッケー、じゃあ受けて立つよ。次はパイを3回だからね。やっぱりまずは真ん中に入れよう。ママは今度は反対側。反対？ちゃんと止めなきゃ。じゃあ次はそうだな、ここだ。待って、これは危ない。
もう少しで4つ揃えそうだったね。危ない、止めなくちゃ。ヒュヒュ。じゃあ僕は別の作戦でやってみるよ。ピョン。どんな作戦なの？まだ紫は2つ。まだまだよ。ママがどんな作戦かは知らないけど、僕は自分の作戦でやってくよ。ママも自分の作戦に集中。これで3つ。まあ、ここが危ない。気にしないで。ほらここだよ。こっちは気にしなくていいから。止められちゃった。ピョン。ライアンが狙ってるのはここ。ほら紫が2つ。ああ見つかったよ。じゃあママはここを止めなくちゃね。やだな。よし、止めた。なに？別に。ああわかった、ここはやっぱり止めなきゃ。嘘、もうちょっとで4つ揃うはずだったのに。また紫で止められた。ここは作戦を変えないとね。さあどうする？じゃあここに入れよ。なるほど。ママが勝つ、僕が勝つ、ママが勝つ、僕。さあどうやって勝つつもり？これでどうだ。無理無理、ライアンの作戦が分かったの。でも止められそうよ。ほら紫が1、2、3。あ、だけど止めちゃった。ママ、実はね。何？ここ見逃したんじゃない？ほら、うそ。ほらここで揃ってるでしょ。あ、コネクト4。あ、どうしよう。ってことはママの負け？そう、これでママにはパイを3回当てるよ。これ以上は4回に増やすとかでも勝負は続けない。あ、わかった。うう、お手柔らかにお願い。いいよ、じゃあ最初のパイ。多すぎるのはダメ。おお、もうよくない？まあ最初だからちょっとだけにしておいたよ。そうかな、これが少しだけ。そう、多いよね。こんなのちょっとだけだよ。3、2、1。おお、あ、おお、おお、わわ、ダメ、まだ怖い。やっちゃった。2回目。よし、ん？ん？ん？ 2 回目もほんの少しだけね。ちょっとだけだよ。少しじゃない、いっぱいでしょ。3、2。取らな、取って。こすりつけないで。でも美味しいからいいか。だね、だけど。もうない。いやいや、まだダメだ、もうないみたいだ、出てこないよ。イエーイ。これダメだね。もうないの？最後はいっぱいにしたかったのにな。まあね、イエーイ。待って、やだ。うわ、最後はライアンがやれば。やめて。やったね。取れない。だけどすごく美味しかった。だね、見てくれてありがとう。バイ。僕たちはいつもハッピーで元気いっぱい。バイ。じゃあみんな見てよ、このゲーム台。いろんなゲームが楽しめるんだ。これが僕の好きなコネクト4。バトルシップとキャンディーランドだ。今日は試しに遊んでみるよ。そうだな、ハラペコカバくんから。まずはカバを選ぶ。僕はこの子にする。そうね、そしたらママはオレンジのカバさんにしようかな。おいで、オレンジのカバさんはこっち。プレイ。どっちが勝つかな、ママかライアン。自信があるの？ああ、かける。頑張れ。クエクエ。ママがオレンジね。なんでもう4個入ってるの？だってもうボールを取ったから。しっかり、ほら、こい、ほらほら、緑を取って。頑張れ。こっちよ、欲しい。あ、もう、よし。もうライアンは何個？わあ、5個だよ。5個も取ってる。4個だ、追いつかなきゃ。待って、ライアンの勝ち？そう、6個取った。もう1回お願い。2回戦目、今度は黄色にする。うん。じゃあママは、あなた、緑のカバさん。さあおいで、ついてくるよ。ウィーン、ね、緑頑張って。どれだっけ？オレンジ。ライアンは黄色。黄色か。しっかり、いいぞ。よし、いいよ。
何個か取れた。何個？こいつはいただくぞ。ライアンはゼロだから勝てそう。さあこっちにおいで。僕のカバさんのとこに。みんなママの方に押してるね。ゲームがママの味方してる。ママの方にボールを押してる。見て、目の前にあるのにママの方に押し返してる。さあおいで、こっち。やった。あ、ライアンが2個目。まだ平均、大丈夫。頼むよ。なんでそっちに押すの。あ、もうダメ。ライアンが追い上げてる。よし、もうすぐ終わり。負けた。ママ7点、ライアン3点。うふー。負けた人の罰ゲームはどうする？腕立て10回。いいよ。いいの？うん、オッケー。じゃあやるよ。それじゃあ2投ずつ。いいね。ダブルで。そう。よし、ママは青と緑のカバ。点数も合計点だよね。そう、青と緑ね。スタート。片手だと不利。ララララララルルルル。頑張れ頑張れ頑張れ。しっかりカバさん。取れるよ取れるよ。プププププププ。どっちが勝ってる？あー、僕のを足したら、あれ、そっちが勝ってる。どっち？ママが勝ってる。勝ってるの？やった。一本指でも大丈夫、やれる。ライアンに勝てる。なんでここも取れてるの？腕がいいから。全部そっちに行っちゃうよ。やった、腕立て10回はライアンね。引き分け？そう。どれどれ？ほら、ママの足すと、あー、これと。待って、でもこれとこれだ。10点。僕も10点。ほんとだ。じゃあ腕立て5回ずつでどう？いいよ。じゃあやろう。ある意味2人とも勝ったわけだから。さっき相談して決めたの、腕立て伏せはしないって。なぜなら1回もできないから。勝ったんだから。腕立て伏せの代わりにジャンピングジャック。ジャンピングジャックをやるね。1、2、3。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。終わりじゃないの？13、14、15、16、17、18、19、20。もう終わり。25、26、27、28、29、30、31。うふー、ライアンに拍手。ジャンピングジャック100回できた。他にもゲームをするよ。今度こそライアンに勝つから。いくよ。今度やるのは、うん、これ、ホッケー。うー、できるだけパックを弾き返す。なるほど、オッケーオッケー。自分のパックを全部相手の方に入れたら勝ち。ライアンのが邪魔。盛り返す盛り返すよ。そっちに行ったのはコントロールできない。やったー、やっと1個向こうに行ったよ。来たな、押し返せ。もうやだ。よし、よし、1個戻した。なんだって？いいこと考えた、超明暗だ。ここに、まずはここに1個置いておく。無駄よ、弾き飛ばすから。見てなさい。それ、うっす。どうしよう、ライアンあと1個。イエーイ。そんな、うまい。勝った。強いね、ライアン。次はどれ？うん、そうだな、丸罰ゲーム。絶対負けない。まずライアンから。バツね。ママは丸、バツか丸が並ぶのを防ぐの。カードにバツ。あー、ママはここ。まずい。え、でも何？ここ行っていい？やったー、勝ったー。もう一回やろう。3回選手ね。そうしよう。オッケー。どう？いいの？ミスった。ちょっとこらこら。わあ、ママが2勝ね。お願い、うん、オッケー。当然ここ、ここでバツが並ぶのを阻止。引き分けだ。あ、引き分けね。うん、それじゃもう一回。ママはここに丸、そしたらここ、ほら。ママの勝ち。イエーイ、ライアンに勝った。そしたら 5×5 マスか 7×7 マス。いいよ。まずはこれ、初めて。ママだよ。オッケー、初めてやる。これで勝ち。待って、違う、多分5個1列じゃない。やってみよう。おー、
いくよ、ここを塞ぐ。3個でいいのか試してみる。そう、あー、5個なんだね。超難しいじゃん。本当に難しいね。うん、しばらくは慌てなくても良さそうだね。そしたら4個目、4個並んだ。あれ、4個でいいの？もう一回これやりたい？それとも別のにする？もう一回やろう。オッケー、ライアンから。4個にはさせない。勝った。なんで？見て。わからない。いいから見て。見てるけどなんで？ここここここ。待って、ここ防がないと。どうやって？こうやって防ぐ。ダイアンの勝ち。そしたら丸バツはママが勝った。そうね、でも進化バージョンはライアンの勝ちだから引き分け。それじゃあ最後に対戦するゲームはオペレーション。プレイ。プレイ。うわー、どうやるの？ピースをドラッグする。どの色がいい？僕は紫にする。じゃあママは赤。赤のピース。患者はレンチを飲み込んだ。取り除ければ200ドルもらえる。壁に触ったらダメ。何してもいいけど触ったらダメ。触らないように。壁に触らないで。とにかく慎重に。壁に触らないように。すごいでしょ、このゲーム得意かも。おこら、おゴール、イエーイ。僕のは300ドル。リンゴを芯ごと取り除けばお金とたくさんの友達をゲット。難しいでもない。どれどれ、早いね。待って、やり直せる。おっと、もう一回。ほらほら、焦って早すぎるとまた。これがラストチャンス。ゆっくりね、角を曲がって。そうそう、ゆっくり。できた。待って、300ドル。3回のチャンスがあってできたらもらえるの？あと1回失敗してたら多分もらえてなかった。あ、うん、馬を取り除けば400ドルもらえるのね。任せて。なんで馬なんか。気になるよね。なんでだろう。馬じゃなくてこっちを抑えよう。その方がいい。いけいけ。あー、頑張れ。ゆっくり慎重に。慎重に。こら、ゆっくりそーっと。ズルじゃない？見えないよ。ゴールが見えない。あ、やったー。壁に触らずにできそうかな。1000ドルだって。え、1000ドルって書いてある。あんまりのんびりやってる時間ないのかも。制限があるの？多分ね。うん、ある。ほら、頑張れ。しっかりね、慎重に慎重に。敵なのに。わかってるけど、ほら。お互い応援してもいいでしょ。ライアンが勝った。今度は何？なるほど、鉛筆を取り除けばいいんだよ。オッケー、行くよ。報酬が高いほど難しい。そうね。行くよ。こら、あ、まずい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 。このままじゃ、ダメダメダメ。危ない、危なかった。もうちょっと角を曲がったら、最後の角を曲がったらゴール、イエーイ。報酬が流される前に膝の水を取り除け。あらまあ、そう、報酬が流されちゃったらたまらないよね。こう言ってこう言って、まっすぐ。待って、これ簡単。ここを曲がって。超簡単じゃない。報酬はいくら？500ドル。500ドルももらえるの？そう。ところで、このゲームはどこが終わり？あと2回戦やって合計金額が多い方が勝ちね。いいよ、大丈夫、余裕。いくよ。これ多分鳥の骨ね。うん、1000ドルって超ラッキーだったよね。ほんと、いけ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 。ウザーを鳴らさないように。そんな、もう惜しかった。あとちょっと。触らないように。ブザーを鳴らさないよ。鳴らさないで。動けない、手が邪魔。うん、慎重に、触らないで。ブザーを鳴らさずに、あとちょっと。オッケー、最後の挑戦、頑張るぞ。うそー。おっと、スペシャリストに任せようだって。それって僕だね。
さあもう一回。僕がやるの？でも赤だよ。ママ？うん、でも、ほー。いくよ。これもやれるの？嘘。これは難しすぎる。僕が代わりにやるよ。ダイアンがやってくれる？わざとやってる？いけいけ。確かに難しいね。そうでしょ？イエーイ！ダイアンが代わりにゴールしてくれた。オッケー、ダイアンの番。頑張って。さっきは200ドルだった。これは？200ドルか300ドル？400ドルだ。200の倍？これが最後の勝負ね。400ドル。いくよ。勝たないと。取るよ、400ドル。お姉さんおいで。こっち。ついておいで。意外と。いける？オッケーオッケー。頑張れ、あとちょっと。これでいくらだっけ？400ドル。よしよし。ゴール。合計でいくらになる？400ドルと足したら2500ドル。オッケー、ライアンは？これで勝ってもママには勝てない。あら。それじゃあそれじゃあもっと高いの選び直す？その悪そうな顔を。どれどれ？でもこれで勝たないと。いけそうなの？待って、簡単。やり直しね。気をつけて、慎重に。よし、どれ？頼む。どういうこと？引き分け？どれどれ？ダイアンが2600ドル、ママが2500ドル。ということはダイアンの勝ち。やったー。みんな、見てくれてありがとう。僕たちはいつもハッピー、元気いっぱい。バーイ。いいねしてね。じゃあみんな、今日遊ぶのはボクシングマッチボードゲームだよ。最初は僕対ロボット。やっやっ。どっちが勝つと思う？僕かロボットか。第一ラウンド。あ、負けたの？ちょっとパンチしすぎちゃったかも。彼の勝ち。第二ラウンド。できた？うん。第二ラウンド。ひよっこ、マインクラフトも全然できないくせに。ひよっこ、ひよっこ、マインクラフトはできないよね。やったー！イエーイ、楽勝だね。マインクラフトもできない。第三ラウンド。めっちゃ楽勝じゃん。コツが分かっちゃった。あ、ロボットじゃ相手になんないよ。ちゃんと戦いたい。エマ、ゲイト！かかってこい！倒してやる！ここにライトがあるの分かる？チュートリアル！腕をここに置いて、こうやって腕を上げるとパンチする。こっちを上げるとこっちがパンチ。こっちを上げるとこっちがパンチする。まずは練習ラウンド。エマのために。オッケー、練習ラウンド。練習ラウンド。やってるよ。あ、戻す。やった、勝った。今のは練習だもん。今度は勝つ。第一ラウンド。いけいけ。秘密の動きを繰り出してやる。クレイライアン。僕のなんかパンチもしてない。嘘。どうだライアン、ライアン、こうやって勝った。現時点で1対1ね。まあ、ふふ。第2ラウンド。マインクラフトもできないくせになんだよ。マインクラフトもできない。いけいけ。ボコボコだ。いけ。あ、違う違う。第3ラウンド。さあどっちが勝つかな。絶対倒す、倒す。ちょっとちょっと、おお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 、見て、おおおおお、見て見て、マインクラフトもできないくせに、マインクラフトもできないくせに、あれあれ、なんで動かないの。マインクラフトもできないくせに、いけいけ、パンチを全部ブロックしてる。
あら第一ラウンド。オッケー、じゃあママが相手ね。エマ、エマ。おー、イエーイ。ダメなんだよ、9ポイント取らなきゃ。オッケー、エマ、コツを教えてあげようか。ここをこうやって引っかかってる。第2ラウンド、よいどん。イエイイエイイエイ、肩を狙ってパンチして。おー、イエー。第3ラウンド、やらせて。ほら、やろう。ダブルスチーム。いや私の方がママよりパンチしてる。いやイエーイ。ママこそチャンピオンファイター。第一ラウンド、私こっち。イエーイ。第二ラウンド、わわ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 わ、パンチだパンチ。やったねーマー。第三ラウンド、おい、フラフラしてんな。ダメだよ。やったね、ケイト。ありがとう、ママ。見てくれてありがとう。僕たちはいつもハッピー元気。バイバイ。最後にもう一回やろうっと。